第2章、仮説だらけの現代自然科学。自然科学でも社会科学でも、科学は、まず仮説を立てる作業から始まります。仮説とは、とりあえず、私はこう考えるという前提となる考え方です。英語で、ヒポテシス、ハイポセシス、ノイツ語で、ヒポテズ、ヒポテーゼと言います。仮説を立て、それを証明するために、実験や観察を行い、 その結果を、理論的に筋道を立てて考察し、矛盾がないと証明できれば、科学的な真実として認められるわけです。仮説だけでは、虚構論理・でっち上げのまやかし理論である可能性もあるのですが、仮説に過ぎない理論が科学的に証明された事実であると思い違いをされている事柄が、この世の中には数多くあります。 19世紀から20世紀にかけて一世を風靡したマルクス主義共産主義の基本原理も社会科学の仮説の一つです。マルクスは19世紀に高度に資本主義が発達すれば生産手段を持った少数の金持ちの資本家ブルジョワジーと多数の貧しい労働者プロレタリアートの2つの階級が発生し 貧富の差が拡大して社会的矛盾が増大し共産主義革命が起こって理想の共産主義国家が誕生するという仮説を立てましたマルクス仮説が正しかったかどうかは20世紀の歴史を見れば明らかです米、英、日、独、仏など高度資本主義国家はどこも共産化しませんでした共産化したのは 資本主義体制すらまだ成立していなかったロシアと中国でしかもロシアの共産主義は最近破産してしまいましたし中国も内実は資本主義化しかかっていますマルクスの仮説は間違いであったことが歴史的に証明されたわけですただマルクスの虚構論理があまりに雄大で夢があるように見えたので 多くの人がマインドコントロールされ判断を誤ったのです。社会科学は単なる机上の理論なのであまり現実味がないのですが自然科学では実験の数字などのデータで物質的裏付けがあるように見えるため仮説に過ぎない虚構論理が真実であると誤解される危険性が高いようです。自然科学の中でも物理学は 物質とは何かを考える中核ともいえる学問ですところが物理学ではその道具として数学を駆使しているために数学と物理学の概念の混乱がありよくよく考えるととんでもないことが正しいとされているケースがあります数学は純粋に論理を扱う学問で論理的に正しければ 実験的な裏付けや実在性は要求されません全くの虚構論理でも数学上の理論として立派に通用します数学上の単なる仮説である虚構論理を実在する真実であるかのように誤認するととんでもない間違いを犯すことになります実際のところかなりの科学者がこの落とし穴に落ち込んで大真面目に誤った学説を唱えています 数学はもともと虚構論理の世界です。1次元でも2次元でも100次元でも数学の世界では可能です。幾何学で使う点という概念にしても位置だけあって大きさを持たないというのが定義です。定義は単なる約束事なのでどんな途方もない内容でも仮定できるのです。数学ではこのような定義をもとにす。 ユーグリッド幾何学平行線が交わらない世界でも非ユーグリッド幾何学平行線が交わる世界でも自由に理論を構築できるのですが現実の世界では位置だけあって大きさのないものや平行線が交わる世界など存在するはずがありませんただし平行線が交わる世界は球体表面上では平行線の定義の仕方によっては存在します 物理学の世界では現実に存在し測定可能な物質や現象しか議論する対象にはならないのですアインシュタインの相対性理論などは内容を理解できなくてもノーベル賞を受賞した天才物理学者の学説というレッテルだけでなんとなく正しい理論だと思わされてしまいます相対性理論は光速度普遍の原理を 前提として非常にまとまった数式で表現されていますが全てが証明されているわけではなく光速度普遍の原理などは実は何の証明もなく単なる仮説でしかありません速度が大きくなればなるほど時間が遅れ長さは縮み質量は増大し光速度では質量は無限大になるというのですよく考えるとこんなことは 現実のの世界でではは起こるはずがないのです相対性理論は数学と物理学の概念を完全に混同しているために矛盾が起こるのです無理やり光速度を一定にしたため時間や質量や長さを変化させざる得なくなったのです大体において質量が無限大などということは数式の上ではあっても現実の世界ではありえないことです アインシュタインの相対性理論は理解しようとしてもよほどの天才的頭脳でないと理解できないそうです高度な瞑想体験が必要な宗教的概念ならともかく誰でも理解できるのが自然科学の建前のはずですこのことは相対性理論が単なる虚構論理に過ぎないことを示していますアインシュタインの相対性理論は 光速度普遍の原理という証明不可能な仮説の上に数学的整合性に富んだお遊び的数式で作った理論です。よって現実にはあり得るはずのない結果が出てくるのです。物理学者にはアインシュタインの相対性理論を神の啓示であるがごとく共振的に信奉する学者が多くこのことが物理学の進歩を妨げています。最近 流行の最先端を行く物理学の理論として超ひも理論という奇妙な理論がもてはやされています昔から物質を分割すると究極の粒である粒子になると考えられてきましたそして近年の物理学の発展により原子よりさらに小さい究極の粒であると考えられる素粒子が発見されましたしかしさらに研究を続けると 素粒子は、思ったより多くの種類が存在することがわかり、そのあまりの多様性が問題になりました。この素粒子の多様性の問題を解決する理論として、究極の粒子の存在のありさまついて出された仮説が超ひも理論です。超ひも理論では、究極の物質は、つぶつぶの素粒子ではなく、小さい紐、紐であり、この紐が、 様々な振動数で振動することにより、多様な素粒子が存在するように観察されるのであると主張します。しかも、この紐は、10次元の世界に存在する超紐であると主張しているのです。この10次元なる概念は、どう考えても数学的にはあり得ても、物理学的には存在し得ない SF 的発想であるとしか思えません。 さらに仮説に過ぎないと思われる怪しげな理論に宇宙起源論である有名なビッグバン理論があります宇宙の起源は空間がある時点で大爆発ビッグバンし膨張し始まったとする機械な学説です車椅子の天才科学者ホーキングらによって支持されているのでそれだけで正しいのではないかと思わされてしまいそうですが ホーキングの著書を読んでも頭が混乱するばかりでさっぱり理解できません彼の著書にはビッグバン理論の説明のために「虚時間なる概念」が登場しますがこれも現実には存在しない作り物です大体虚数二乗してマイナス1になる数を UI にマイナス1など数学上の概念でしかも虚時間などという実際には測定不可能な概念を 頭の中で実在感を持って考えろというのが無理ではないでしょうか。測定不可能な事柄は物理学の対象ではありませんし、人間は時間を過去に遡ることは不可能なため、大昔にビッグバンが本当に起こったかどうかは空想の息を出ません。人工衛星に乗ったハッブル宇宙望遠鏡による宇宙の観測結果によると、ビッグバン理論に。 不利な観測結果が出るばかりで最先端の天文学理論ではビッグバン理論は過去の異物になろうとしています。最近よく話題になるブラックホールなる概念も銀河系の中心にブラックホールが発見されたなどと新聞にまことしやかに報道されたため実在すると勘違いしている人が多いのです。ブラックホールは 全てのものもを飲み込んでしまい、光でさえ出られない場所ですからブラックホールの内部は観測不可能なのですこのように観測できない存在は幽霊と同じで科学ではその存在について議論できる対象とは言えないのではないでしょうか物理学の世界では今まで述べたように仮説に過ぎない虚構論理が多く真実は闇の中であるのが実態です これが生物学になるともっと奇妙な仮説のオンパレードというのが現実の状態です。